はいどうも白滝です今回の動画はグランドオープンで獲得できるエナジーどこのポジションが来そうなのか開幕後にやってほしいことがあるので、まあ、それらについて話していこうかなと思います。 3月26日にグランドオープンが開幕スピリッツ4600新九州新特殊能力、ま、新戦士などが追加されて、ま、イベントも更新されますでそのイベントの報酬で、ま、エナジー獲得することができるんですけれどもイベント以外で、ま、エナジーを、ね、大量に獲得できる方法が2つありますま1つ目が V ロード2つ目がランク戦で V ロードに関しては不確定、ま、確実に 獲得できるものはランク戦になっていますまあ、それぞれね説明していきたいんですけれども、まあ、V ロードではね日本一達成回数で報酬を獲得することができる まあこちらはね一度リセットしたのでリセット後の報酬になっています通常であれば30回で S ランク契約書、まあ、その他ね50回100回と、まあ、キリがいい数字でエナジーや契約書を獲得することができますでその他にも初回勝利報酬というものがありまして、まあ、そこでエナジー獲得することができます それの、ね、説明が下の方に書かれていると思うのでそちらを見てください。レギュラーシーズンの初勝利ごとに5エナジーを獲得できる。初勝利報酬は各難易度ごとで獲得できて1つの難易度で190個のエナジーを獲得することが可能。もし、ね、エナジーを取りこぼした場合は再び同じ難易度で挑戦して、まあ、その試合に勝てばエナジー獲得することができます。まあ、これに、ね、調べたんですけれども各難易度ごとに100 90個で、ね、で実はエナジーを獲得するることとがき今はレベル1から星1から星8まであるので合わせれば1000個以上のエナジーを獲得することができるとガチャにすれば、まあまあ 50, 連かまあ、50連分の、ね、エナジーを、まあ実はね、獲得することができます。 V ロードでは日本一達成報酬や初勝利報酬でエナジー、まあ、大量にね獲得することができるんですけれどもこのね V ロードの難易度は一番下がレベル8とこれの最終更新日、まあ、追加日をね調べましたバージョン、ね、6.00のところに書かれていまして、まあ、これは2018年のグランドオープン時のお知らせになります V ロードレベル8を追加しましたなんとですねレベル8が追加されたのが6年前といや こんなに前だったのかと結構最近追加されたような感じはするんですけれども実はレベル8に関しては6年前に追加されましたその後はですね難易度の追加はなくスピリッツだけが調整されてレベル8の V ロードとかね周回することができるんですけれども今年2024年6年前とそろそろで難易度星9がもしかしたら追加されるかもしれない。これの情報 こに関しては3月20日の生放送で来るのか、まあ、それともね後日来るのか、まあ、それとも来ないのかはわからないんですけれども、まあ、そろそろ追加される可能性もあるんじゃないのかなと思います。 もう1個のイベントがランク戦こちらはグランドオープン時に確実にエナジーを大量に獲得することができます、まあ、3月26日に2023シーズンが終了終了すればこちら階級もリセットされます、まあ、今ね名人2位なんですけれども、まあ、一番ね列車の階級からスタートでリセットされればこちら初昇格報酬もリセットされて、えー、プラチナ隊にいる方はゴールドランク1からスタート、まあ、ここからねゴールドランク2に上がれば 11エナジー12エナジー13エエエナナナジジジーーープラチナランク3までいけば17エナジー合計で98エナジー獲得することができますでベストランク報酬プラチナランク1から3にいれば、まあ、次回ランク戦の、ね、画面開いた時に60エナジー 合計で158エナジー、まあ、グランドオープン時に獲得することができます。まあ、初昇格報酬はねこれ、まあ、ランク戦をやらないと、まあ、獲得することはできないんですけれども、まあ1日で、まあ、最速でね158エナジーはまあ、獲得できるんじゃないのかなと思います。 V ロードの難易度の追加された最終更新日が2018年、まあ、それ以降は追加されていないのでもしかしたら今年難易度9が追加されるかもしれない追加された場合はランク戦と V ロードを合わせた合計エナジー数としては348エナジーをグランドオープン時から最速で獲得できる、まあ、これは本当に、ね、難易度が追加されるかされないかで変わってくるんですけれども追加された場合は大量にエナジー獲得できるんじゃないのかなと思います 次に話していく内容がグランドオープンのポジションについて開幕は4ポジションが追加されます先発、中継ぎ、内野、外野先発と中継ぎに関してはエース枠以外、ま、第2以降の、ね、先発第2以降の中継ぎが追加されてきますで、えー、まここで、ね、過去のデータ、ま、見ていきたいんですけれども、ま、内野と、ね、外野のデータ2020年から見ていきましょう。2020年 まあ内野が三塁手、外野がまあレフトとで、2021年はショート枠とレフト枠、2022年、 1一塁とエセンター2023年はショートとエセンターが追加されていましたで2024年はどこのポジションなのか、まあ、ポジション追加にはね特徴がありまして、まあ、強い選手が多いポジションに関してはグランドオープンでは来ません、まあ、例えばね三塁手アーチスト降格の村上選手がいる、まあ、ライトで言えば柳田選手がいるので、まあ、ここのポジションはないかな、まあ、あとは星枠、まあ、グランドオープン時星が、まあ、追加されるということはほとんど、ね ないのでまあ、保守もえ来ないと思います。 投球法で考えていくと2022年、2023年はセンター枠が連続で登場しているので次回はレフト枠、レフト枠の目玉の選手としては近藤選手や佐野選手強い選手もある程度入れないといけないのでレフト枠を予想内野に関しては3塁手はない1塁手ソフトバンクで言えば山川選手あとはアーチスト広角の大山選手強い選手が多いのでファーストもないと考え えー、残るポジションはショート枠かな、まあ、二塁手に関しては山田選手、浅村選手と、まあ、強い選手が、ね、いるので、まあ、再び、えー、ショート枠が、まあ、来るんじゃないのかなと予想しています。 そして最後の内容えグランドオープン開幕後にやってほしいことをこの順番をね間違えるとえ損してしまう可能性があるので必ずこの順番でやっていってください1つ目がえ無料10連休春到来2つ目が契約書の大量開封3つ目がグランドオープンのガチャ必ずこの順番でやっていってください、まあ、1つ目のね無料10連休春到来に関しては毎年ねグランドオープンが開幕すればえ来るガチャになっていますでガチャなので、まあ、運が良ければね 2枚抜き3枚抜きスピリッツ4600の選手を大量に獲得することができます。 その後やってほしいことが契約書の大量開封。まあ、過去の、ね、動画を見て契約書は食べていってもらってると思うんですけれども、まあ、契約書を開封してスピリッツ4600の選手を獲得していってください。まあ、自分はね、えー、累計2920日ログインするの達成報酬で S ラン契約書、まあ、その他ね、こちら、まあ、S ランクが通常の S ランク67%の、ねまあ、契約書などを貯めているので、まあ、グランドオープン後引いて、まあ、最速で、ね、4600の選手を 週大量に獲得していこうかなと思います。 一番最後にやってほしいことがグランンドオープンのガチャ無料10連と契約書で狙いの選手が当たれば、まあ、このねガチャをスルーして次のガチャにエナジーを使える、まあ、狙いがね当たらなければガチャを引いて選手を獲得する、まあ、グランドオープン時は各球団4名の選手がね登場するので、まあ、狙いやすくはなっていますまあ、必ずねこの順番でやっていってください無料10連契約書の大量開封グランドオープンガチャ、まあ、この順番でやらないと、まあ、損をねしてしまう 可能性があるので必、ま、ずこの順番でやっていってください 今回の動画はもうすぐすればグランドオープン、まあ、その時に、ね、どれぐらいのエナジーを獲得できるのかどこのポジションが来そうなのか、まあ、開幕後ねやってほしいことなどについて話していきました、まあ、最後まで動画を見てくれた方々ご視聴ありがとうございました、まあ、次回ね5万人目指して投稿しているのでチャンネル登録とぜひ、まあ、ともね通知と、まあ、この動画に高評価の方もよろしくお願いしますということでありがとうございました